living for you. I'm living for Jesus. I'm living for you. I'm living for you. I'm living for you. 何も持たずに生まれてきた。全てはあなたがくれた。何一つなくて、全てはあなたがくださった。何も知らずに生まれてきた。全てはあなたのために作られた。私はとて小さくて、あなたがいなければ生きてゆけないから。あなたにすべてを捧げてゆきます。
私は MC は苦手な方で、どっちかって言ったら裏方が好きで、裏にいる方が好きなんですね。こう、コツコツなんかこう働いてる、陰でやってる方が好きで、なので MC なんて本当に想像もしてなかったんですね。でも本当に神様に押し出されて今回させていただいて、力不足ですけど頑張ります。そうですね。でもそれ苦手なの私本当は。どうしようね。いつもダメ出しされるんですけど弟に。はい、でも綺麗なものが好きなので、なるべく素敵にできたらなと、はい、神様から知恵を与えてもらってしています。ですね、曲は私は書いたことがないんですね。 曲自体は作詞は最近やっと始めたばかりなんですけれども、最初弟が作詞作曲をしたので、それを歌ってほしいって言われて歌い始めたのがきっかけだったんですね。それで自分で作詞してみたいなと思って、友達に聞くと誰でもできるよっていうので、それで書いたんですね。書いて何曲か書いてみたんですけど、それを弟に見せたらすごい爆笑されて、それで多分他の人だったら、あ、ここはいいねとか言ってくれるんでしょうけど、身内なので爆笑されて、それで終わっちゃったんですよ。それでちょっとショックだったんですけど、それにめげずまた書き直したんですね。それで今まだ6曲目ぐらいですかね、できまして、でもなんか自分で書くとやっぱり自分の心境を書いてるので、あ、こんなに歌いやすいんだっていうのが分かって、はい、最近ちょっと楽しくなってきているところです。暗闇にいた私を、あなた
今お茶の水のクリスチャンセンターにいて、あの兄弟で、CD と写真集を出したので、その記念展をさせていただいています。23日から30日まで、8日間なんですけれども、お花と、写真と音楽の、コラボっていうか展示をさせていただいています。はい、でそれはですね、今まで本当に私たちが普段教会の中でやってきたことを、あの一冊の本にまとめて、それを形にして今回展示させていただいています。そうですね、ちっちゃい時はね、あのお姉ちゃんお姉ちゃんってずっと慕ってきたんですけど、どうだろうね、あの一時、まあ仲いいですかね。よくわかんないね。あの同じようなことをやってるんですね。フラワーアレンジメントと、彼もフラワーアレンジメントをやって、で、インテリアとかも好きでやってるんですけど、全くスタイルが違って、じゅんくんの方はモダンな感じ、男性なので、で私の方はどっちかって言ったら正統派な感じっていうか、なんだろう、全然違いますよね。不思議なんですけど、喧嘩っていうか意見の違いはありますけど。だけど、そうですね、なんだかんだお互いの良さを認め合ってるのかな。そうですね、あの日本中にだけじゃなく、本当に世界中に賛美を広げていきたいなっていうのはありますね。でいろんな形、いろんな、賜物、いろんな、個性のある方たちがたくさんいて、それぞれの人が本当に神様を賛美して生きてる姿って本当素敵ですよね。なのでそのそれぞれの本当に賛美の素晴らしさっていうのをもっと発信していけたらなと思っています。鏡の中
主